ケチャルバです。今回は残り3試合となった J リーグの試合日程について見ていこうと思います。以前似たような動画を残り5試合となった時点で投稿したんですけど、なんとねその動画が私のチャンネル史上初めて1万回再生達成することができました。本当にねご視聴してくださった皆さんありがとうございました。まあそれにね味を占めまして、いや味を占めたっていう言い方良くないですね。皆さんの需要に応えるべく残り3試合となったね J1、J2 のこの2つのカテゴリーの残り3試合について見ていこうと思います。まずはね J1 から見ていきましょう。もしかすると今節にも降格してしまうチームが出てくるという状況になってきました。でまあその可能性があるクラブとしては20位の横浜 FC、 19位のベガルタ仙台、18位大分トリニタ、もしかするとこの3チームの降格がね今節に決定してしまうという風な、結構ねクライマックスになってきました。まずね横浜 FC なんですけど、現在勝ち点27で、残留ラインである湘南清水との勝ち点差6ということで、もしこの試合神戸との試合で敗れてしまうと、まあ、湘南清水の結果関係なしにほぼ降格は決まってしまうということになります。まあ、横浜 FC が負けて湘南清水も負けるとなると、まあ、残り2試合で勝ち点6差になるので、まあ、数字上ではね追いつけるんですけど、なんといってもねこのマイナス40がでかすぎるということで、まあ、ほぼ降格は決定してしまうのかなというふうになります。なので横浜 FC としては今節の神戸戦、これはね勝利必須の試合となります。で19位の仙台なんですけど、仙台はね横浜 FC と同じ勝ち点なんですけど、まだ結構可能性はあるのかなというところで、なんといっても次湘南とのね6ポイントゲームがあるというところで、もしここで勝てるようなことがあれば湘南との勝ち点差3になりますので、これは結構残り2試合で勝ち点差3だったらまだ十分可能性はあるのかなというふうな感じで、まあなんといってもこの湘南戦でね勝利が必要となってくると思います。まあ、大分も今節負けるようなことがあって、まあ、湘南清水がまあ勝ち点1でも上積むとその時点で勝ち点差6ということになりますので、で得失点差的にもねマイナス27と、で清水マイナス20っていうことで、残り2試合でどうにかなるっていう数字ではね、まあ、頑張ればなると思うんですけどちょっと、ね、難しいと思いますので、大分も貸しません。この試合はね絶対勝たなくちゃいけないゲームとなります。で17位は勝ち点30の徳島ということで、まあ差がね3ということで、まだ今節降格とか決まることはありません。まあ、徳島はね東京湘南と結構ね遠方のアウェー続くので、まあこのね2連戦結構難しいゲームになると思いますけど、まあなるべく早い段階で湘南清水との勝ち点差縮めておきたい。せめて勝ち点3差だとちょっと得失点差とかでどうなるのかわからないので、できるだけ詰めておきたいですよね。まあ、東京湘南とアウェー2連戦続くんですけど、まあ、湘南戦はね6ポイントゲームとなりますので、もしかしたらこの勝ち点差3ということでこの試合勝てれば、結構順位入れ替わったりするんじゃないかなっていうふうには思います。でそのね16位15位湘南清水なんですけど、まあ、清水はね残り3試合6ポイントゲームがないのでちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、ホーム2試合あるんでね、まあ、そこでなんとか勝ちたい。37節のねアウェー浦和戦は確かアウェーサポーター来ちゃいけないみたいななってましたよね。ちょっと変わってたら申し訳ないですけど、僕が見た時点ではそういう風になってて、もしそうだとしたらアウェーの地浦和でサポーターいない中戦うのって結構、精神的にもね厳しいと思うので、まあ、なんとしてもね広島戦に勝って勝ち点36に乗せるようであれば結構、まあ、精神的にね、まあ、有利な、まあ、割と楽な風になってくるのかなという風に思います。で湘南はですね仙台徳島と6ポイントゲーム2試合残ってますので、湘南は他チームの結果なんかも考えずに本当に自分たちの試合だけに集中して、まあ、できるので、仙台徳島と直接対決残っているので、まあ、自分たちをねサッカーに集中してやれると思うので、まあ、あんまり変なこと考えずにできるのかなというふうには思います。はい、まあこんな感じでね J1 は終わりです。次 J2 見ていきましょう。まあなんといってもね今節は6ポイントゲームがですね3試合あるというところで、まあ、山口は松本と、栃木が金沢、そして相模原が愛媛、こちらね3試合あるので、まあこの結果次第では結構順位表変動ありそうです。まあ、山口はね勝ち点41に乗っけたので、まあ、割とまあ残留は硬いんじゃないかなと
というふうに思ってます。で反面少し厳しい状況に置かれているのが22、松本山が勝ち点32となります。で残り3試合山口、相模原、長崎と6ポイントゲームが2試合残っている状況です。現在残留ラインである金沢との勝ち点差が5ということで、まあ、今節の結果次第では、得失点差なんかも踏まえて、まあ、19以下が固くなってしまうのかなというところです。なので松本としては3連勝すれば、まあ勝ち点41になるので、これはね結構残留に近づくのかなというふうな感じで、最悪でも2勝1分けになれば勝ち点39で、まあ、19以下が免れる可能性は見えてきます。で21位愛媛、20位相模原、19位北九州は、まあ、大宮、金沢との勝ち点差3ぐらいにね収まっているので、この辺はね全然まだ分かんないかなというところであります。で今節の注目としてはやっぱ愛媛相模原のこの直接対決、まあ、この試合で天国と地獄がね決まってしまうような本当に重要な一戦となりますね。で相模原はまだ松本も残っているので、ここで連勝して、まあ、この下の順位との差を広げ、まあ、勝ち点そうすると40になるので、そうすると相模原としてはね結構いい感じになってくるのかなというふうに思います。で北九州は千葉、栃木、山形で、前節ね高橋大吾選手があのゴール決めて泣き崩れて、あのね劇的な勝利ありまして、順位も上がったというところで、まあ、この勢いそのままに勝ち点上積めるのかといったところ、まあ注目ですね。まあ、しっかり連勝できれば38いきますんで、ここも注目です。で次18位、金沢は栃木、山形、京都と、まあ、山形と京都はここ上位勢との戦いとなるので、まあ、なんとしてでもこの栃木との直接対決勝ちたいというところで、そうするとね、順位もひっくり返りますし、まあ、逆にね栃木としてはこの試合勝ってしまえば勝ち点42になるので、まあ、残留結構決定的になってくるのかなというふうに思います。大宮が水戸、町田、群馬といったところでして、最終節が大宮、群馬のね直接対決となります。まあ、ホーム2試合残っていて、まあ、得失点差がねマイナス5というところで、結構そこはねアドバンテージになっているのかなというふうに思います。で16位群馬なんですけど、新潟、岩田、ここねここでどれだけ勝ち点稼げるかっていうのはね群馬としては重要。まあ、ここね上位相手ですけど、まあ、ただホームで2連戦あるんで、まあ、どれだけここ相手に勝ち点を1でもね上積めるのかと、最低でもね引き分けで終われれば結構残留の可能性出てくるのかなと思います。で栃木がねさっき言いましたね。で14位山口、山口はもう残留決定じゃないですか。まあまあ、今節の結果次第ではねもう残留決まるというところで、まあ割と精神的にはね楽にできるのかなというふうな感じです。まあ、なので現実的にはこの8チームの中から4チームがね決まってくるのかなというふうなところとなりました。はい、ということで今回はねラスト3試合の試合日程見てきました。 J1、J2 ともに今節で明暗分かれるみたいなねことになると思いますので、ちょっと注目して多くのね試合見ていきたいと思います。ということで今回動画以上となります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。